ますか。お、今夜も始まりました、川野麻里奈の弾き語りネクストバッターズサークル。わー、お、コメントありがとうございます。今回はテーマをちょっぴり早いバレンタインということでお送りしたいと思います。今日前回のニコ生から今日までの間にあったことがいろいろあって、まずフットサルに参加してきました。バロンアイドールカップというもので、モーキャリさんの、妄想キャリブレーションさんのチームに入れていただいて、こんな感じで参加させてもらいました。うお、楽しそう。でめっちゃ寒くって、お、行きたかった、その子誰だそう、いっぱい話さなきゃいけないことがある。この青い靴のが私です。そうなんですよ、ベボガさんとも対戦して、その日は2試合しました。でもうとにかく朝が早くて、4時起きで横浜のキャプテン翼スタジアムに行きました。めちゃくちゃ寒くて、でなんか一通り試合とかし終わった後に時計見たら10時とかで、めっちゃ健康だなって思いました。で結局2試合やって、私はフィクソっていう一番相手のゴールに近いところのポジションを任せてもらって、ディフェンスをめっちゃ頑張ってました。もう体張ってフィジカル発揮して守って、で一番やりたかったのが、なんかこうサッカーのディフェンスする人ってこう滑り込んでボールがババーンって弾かれるじゃないですか。それをやりたかったんですけど、念願が叶ってこう滑り込んで守った時にババーンってめっちゃ太ももの付け根にボールが当たってすごい痛かったんですけど、願いが叶いました。で結局同率優勝ですかね、しました。総合点で同率優勝で終わりました。そう、フットサルでもスライディング分かんないんです。スライディングっていうか、なんか普通にペトンって下にしゃがんだだけなんですけど、そんな感じでした。やったぜ。なんで足も使える野球狂いとして頑張りたいと思います。はい。でそうだ、この子今日いつもはあの銀次郎っていうギターの相棒がいて、つば九郎カラーのここが赤くてここが黒いやつなんですけど、実は銀次郎が今療養中で、今日は別の子が来ました。名前はちょっと、名前がこのも、なんかこれはお借りしたものなんですけど、持ち主に名前を聞いたら、お、持ち主に名前を聞いたらシェイク少佐ですって言われて、なんかかっこいいなって思いました。あ、初見です、ミキチファミリーです、だって嬉しい、ファミリーさん。銀次郎病んでるのか。そうなんですよ、うどんチャンネル間違えた間違えたちょうど A チャンネル見てました。ありがとうございます。 A チャンネル、モーニングアーチ歌わせてもらったアニメで、ありがとうございます。そうなんですよ、シェクターのギターを借りてきて、今日はこの子と一緒にやります。で、今日のテーマがバレンタインっていうことで、でもバレンタインめっちゃ悲しい思い出しかないんですよ。皆さんはいい思い出はありますか？お、モーニングアーチ大好きです。今日マリちゃんのアルバム聴きながら帰った、ありがとうございます。ロッテの元監督かな、だって嬉しい。すごい、すぐ野球の話になると声がでかくなるあ、うって悲しい心の傷を開いちゃった人がいる。そう、バレンタインは私の悲しい思い出をぶっ込みますと、まずなんか2年前ぐらいにあのバレンタイン作るあげる相手もいないのにトリュフを作ったんですよ。でもトリュフ作ったらそれがめっちゃ美味しくできてしまって、でもあげる相手いないし
で、まずめっちゃ悲しくなって、で自分で食べようかなって思ったんですけど、なんか Facebook でなんかまってちゃんみたいな感じでこういうの作りましたけど、でもあげる相手いないんだみたいなことをつぶやいたら、せめて一人ぐらいなんか欲しいみたいな、男女問わず来るかなって、今コメントくれた人みたいにくださいみたいな来るかなと思ったら全く来なくて、いいねもめっちゃ史上最低記録を更新するっていう悲しいことがあったのと、その2年前がそれで、それよりもっと前になんか好きな人がいて、その人になんかめっちゃ一生懸命あのガトーショコラを作ったんですよ。結構大きいこんぐらいのサイズであげて、でその翌日ぐらいになんかご飯食べに行ってどうでしたみたいな聞いたら、いやなんか共通の知人で佐竹さんっていう女性がいるんですけど、佐竹にもらったやつの方が美味しかったって言われて、そんなそっかってなるって悲しい思い出がありました。そう悲しいよね本当に。はじめまして、今めっちゃ悲しい話の時にはじめましての人が来てくれた。はい、そんな感じのバレンタインなんですけど、今日はそんなマイナスの気持ちも発散できる曲を1曲準備してきたので、この後お届けしたいと思います。で、その1曲やる前に今すごいお知らせしたいことがあって、それを先にお届けしたいと思います。あ、そうだ、そう、まず1月31日火曜日なんですけど、さっきご一緒させていただいたモーキャリさんのうさちゃんの生誕祭にゲスト出演させていただきます。わーい、嬉しい、めっちゃ嬉しい。友達皆無の私にとってそんなお声掛けいただけるのが嬉しすぎて、なんかあのマネージャーさんからうさちゃんに呼ばれたよって LINE 来た時すごい嬉しくて3度見ぐらいしちゃいました。嬉しい。ディアステかな、そう、私ディアステ、うさちゃんディアステの先輩私ディアステ、そう嬉しい。で、うさちゃんのファンの皆さんに会えるのも楽しみにしてます。そう、いろいろ活動があって嬉しい。あ、いや会場ディアステのすいません会場は高円寺杯です。でもファンクラブさんのイベントなので、ぜひあのそこで心を込めてお祝いして気に入っていただいて、なんかまた一緒にできたらなっていう気持ちを持ってます。でもう一つが2月2日と3日に私実は台湾に行きます。台湾で台湾国際動漫節に出ますなんかバトルになってて、他に出演されるアイドルさんたちと何かで戦って1位になったら何かがあるっていうやつなので、何にせよ1位を目指して頑張りたいと思います。やば、台湾に行き、台湾かぶりしてますよ大丈夫ですかすごい、そうなんだ、台湾北海道より安いんや。そうなんですよ、私めっちゃ飛行機が苦手で、すごい普段めっちゃリアクション薄いって言われるんですけど、マックスでもこんぐらいの声しか出ないんですけど、あの飛行機が離陸する時もすごいこの5倍ぐらいの声が出て、怖い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 ってずっと言い続けると思うんで、ちょマネージャーさんに先に謝っておきます、すみません。なんか前も乗った時こう滑走路って何方向かしかなくて、でそのどっか飛んだ後に行く方向に方向転換するらしいじゃないですか。なのにこう飛んだ瞬間グイーンって回ったから、これ絶対失敗したとか言ってずっと機内で、これ間違ってるよ、絶対おかしい、この人下手くそだよとか言ってずっとマジ迷惑なお客さんとして乗ってたんで、今回は無事にうるさくなく終えたいっていうのがまず一番の目標です。ではそんな菊池涼介選手と同い年の私が1曲目、ちょっぴり早いバレンタインにちなんで、私なりに一番エモいなと思う愛の曲を選んできたので、それをやりたいと思います機長気の毒、ほんとかわいそう、ほんとに謝りたい、あの時の人に。よし、いきます。それでは
それでは聴いてください。皆さんも知ってる曲だと思うので一緒に口ずさんでください。それでは聴いてください。サンボマスターさんの世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。
これめっちゃ PV ミュージックビデオがすごい好きでエモくて大好きなんですよ。だからいつかなんかライブであのエモさに定評のあるギターのお師匠様と一緒にいつかしたいなって思ってます。では今日はきっと待ってる方もめちゃくちゃたくさんいらっしゃると思うのでじらさずに早速呼びたい人がいます。それでは呼びたいと思います。今日特別にゲストで来てくれたミキチュさんです。イエーイ。こんばんは。ミキチュです。お邪魔します。どうぞどうぞ。どうもどうも。ミキチュちゃんです。すごい。ファミリーさん、おいでませミキチュちゃん の, あのファンの方のことファミリー。そうです、ミキチュファミリーです。はい、すごい。こんばんはってめっちゃ、こんばんは。私の時になかったたくさんのコメントなんではい、みきちちゃんとはこの前、はい、12月ですかねにあったラゾーナ川崎でのイベントでご一緒させていただいて、そう、それぶりで今日明けおめな感じで。そうですね、久しぶりに会いました。あー、懐かしい。そう、ラゾーナめっちゃ広かったよね。めっちゃ広かった、すごい人気者になった気持ち。そうこれワンマンだったらどれだけ本当に素敵なことか。すごい、なんか1回2回3回めっちゃ人がいて、ね、でこの時ね写真も見てお分かりいただけるようにお洋服が打ち合わせ一切なしでそっくりな感じで、ね、私が赤のニットに赤チェックでマイナちゃんがなんかピンクのニットにピンク紫のチェックで、うん、そうそう、しかもニットにさリボンが使われてるとかすごい細かいところまで一緒だったびっくりした。そうそう、ユニットだと思われてたので周りの人には。出番も前後だったし、本当、うん、ユニットしたいって思った。ユニットやりたいよね。なんか美容的なやつね、歌物の偉い人に。そうね、お願いします。お願いします。やっていただいた人お願いします。はい。そうで、そうだ。ラゾーナの前にも一回、うん。そうですね。でんでんハロウィンの時に。でんでん10月の30の日に。そうですね。出ました。横浜でやった時に一緒で、でその時に遺跡が電撃発表。電撃発表が。すごいびっくりした。その時に初めて会ってめっちゃ緊張してて、うん、あの時はどうしようみたいな。そうですよね、初めてだったから。なんかその時にマリナちゃんがなんか私も入ったばっかりなんでよろしくお願いしますみたいに言ってくれて、あ、なんかすごい心がほっとして優しいって思って。やば、嬉しい。めっちゃ人見知りだから。いやいやいや、人見知り同士、人見知り同士とか巻き込んじゃった。私もね、なんか猫かぶり屋さんだからなんか仲良くなったらこうやってペラペラするんだけど、なんかあ、どうもみたいになりがち、うん、なんかソロってそういう点弱いよね。なんかこう 5対1とかじゃない、基本。確かに。そうだからなんかこうよろしくお願いしますみたいな感じでもう誰々誰々ですって言われても後からわあの最初の誰だみたいなめっちゃわかる。そうソロ悲しい、そういう時、ね、なんか楽屋とかもさ、うん、すごい面白いことグループさんがわーって喋っててもさ、うん、笑ったらなんか結び聞きしてるみたいな。すごい狭いから聞こえてて当たり前なのに一生懸命聞こえてないふりするみたいな。めっちゃわかる。切ないソロ。しかも話しててやっぱ5対1だったら喋る量がもう、うん、絶対こっちが圧倒的に少なくなって、うん、ディフェンス伸びてみたいな聞く一方みたいになっちゃう、うん、なんかシャメとかもなんか一人一人みたいな感じですごい申し訳ない感じになっちゃう。めっちゃわかる、うん、それわかるわ、でもディアステもソロが増えてきたというか、うん、そうですね、私もその流れでなんか波に乗って。あとユッフィーちゃんもいますね、はい、そうですね、楽しみだ。なんかソロフェスとかも、うん、そのでんでんハロウィンもなんか言ったらソロのフェスみたいな感じだったけど、うん、なんかこう今後大きい会場とかでやれるように頑張ったらいい。頑張ろう、鍛錬しなきゃ。そう真面目真面目乗るしかない。このビッグウェーブにソロあるある。ね、なんかソロのね時代が来る来る言われてて、うん、ずっと来ないのが4年くらいちょっともうアイドル業界で続いてて、そう
作らなきゃ、ウェーブ。ウェーブを作らないといけない、秋葉原から、ね。うんうん、すごい上手いこと言ってますけど。絶対拾わないですよ、絶対拾わないですよ。もう猫かぶってない時に。そろそろなんて絶対拾わないですよ。優しさ。で、今日がなんとみきちちゃん誕生日だということで。そうなんです。今日お昼に生まれました。お昼に、お昼に、なんかもう毎年お腹が空いて生まれたんだねって言われるぐらい12時に生まれました。へー、おめでたい日に本当来ていただいて、なんとありがたい。そうですね、なんと飲みの予定しかなかった。お酒好きなんですか？お酒最近たし、たしなんだよ。へえー、よっしゃよっしゃ。私も酒好きで、ね、行きましょう。酒と野球が癒しなんで最高、最高。私酒と銭湯が好き。銭湯、お風呂ですか？お風呂。へえー、いいな。で、今日はなんとケーキを用意しています。やばい、やばい。大丈夫、間抜けさが出る。マイナちゃんは引っかかったからね。心配、無事こっちに戻ってこれるのかな。ハッピーバースデー。怖い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 。大丈夫ですか？じゃーん。ありがとうございます。もうケーキよりマイナちゃんの可愛さが今ちょっと分かっちゃって、私だから。火の物持ってさ、引っかかるわけにはいかない。よろよろ。でも見せたい。熱い、火ってこんな熱いんだ。じゃーん、おめでとうございます。これケーキの声で。かわいい。違う、私しか見えてない。後ろで水こぼしてる。やばい。こう見えますか？ケーキの声だよこれ。おめでとう、みきちゃん、おめでとう。かわいい。みんなスクショして。イエーイ、おめでとう。ありがとうございます。すごい、ハッピーバースデーミキチュって書いてある。これ超かわいい。じゃあこの近いところで、あ、いいですか、消していただきますか。なんか掛け声お願いします。じゃあどうしよう、カットバスミキチュで。あ、かっこいい、かっこいい。行きましょう、行きましょう。行きます、せーの、カットバスミキチュ。おー、綺麗に3個ずつ。わー、かっ飛ばしました。あ、すごい、コメントも。あ、ありがとうございます。ミキチュがいっぱい。イエーイ。イエーイ。これはこの後スタッフとミキチュが美味しくいただきます。ね、ありがとうございます。いやもうここにあったら危ないか。嬉しい。絶対美味しいやつ。サクサクしてそう。周りにサクサクついてます。サクサク。ありがとうございます。めっちゃ。いやなんかもう私ケーキすごい嬉しかったからわって思ったんだけど、マリナちゃんがなんか行動に引っかかるは水こぼすわで、もう火の物を持って、もう親の気持ちになっちゃって。これ私がこぼしたの。そうそうそう、写真撮ろう。撮っといて。なんてこった、おもらしになっちゃって。もう完全ひどいこぼれよ。結構こんぐらいの水たまりできて、水たまりができちゃって、今スタッフさんが助けに行ってくれ。事故っちゃった。ありがとうございます、本当に。ケーキが無事だというのが一番ですね。よかった、もうありがとうございます。よかった、めでたい。24になりました。おお、24と言ったら野球選手だったら誰だっけ、誰でしたっけ。25が筒香選手です。山田哲人。山田哲人選手と同いってやばいですよ。やばいんですよ。 ありがとうございます。黄金世代ですよ、これはもう。おお、いやなんかさっきも待ち時間めっちゃスタッフさんと舞菜ちゃんは野球の話わー盛り上がってて、私はもうはぁみたいな。そう、でも私ね、野球 の球場で売り子のバイトしてて、なんかすごい、いいな。一応知識はあるんだけど、さすがにあの楽天の選手くらいしか、そう、ちょっと分からなくてですね、今後教えてもらう。1年後くらいまた呼ばれたら超ペラペラに野球のこと喋れてるかもしれない。宮城だからですよね。宮城楽天、宮城が出身地だから。そうなんです、そうそうだよね。いや、コメント読んでますよ。読んでる。そう、仙台で売り越してた。すごい。え、したらクリネックス、今はこぼした宮城になってる。そうそう、ケースタって言うんですけど、暑い日も寒い日も。そう、それで今日誕生日だから、なんと生誕祭が
そうなんですよ。この前それこそ宮城で、そうそうそう、宮城の地元で先週の日曜日は生バンドと弾き語りで、生誕のバンマンやらせていただいて、なんかこうオケよりもこうガッツリ、まいなちゃんもなんかバンマンさ、生バンドだったよね。そうそう、バンマンかっこいいよね、バンド。バンドやっぱり全然違うよね。そう、音が高まる。そうそうそう、スンってなる、入ってくる。あの28日、あさっては、うん、なんか渋谷のチェルシーホテルで生誕祭をやらせていただくんですけど、あさってか、はい、いいな。そうなんです。これはあの私がミキチュとして、1年間ちょっとお休みをしてたんですけど、リアステージに移籍とともにやっぱりミキチュを諦めたくないっていう気持ちで、また復帰して初めての大きいイベントで、あの東京でこうやってね、なんかいろいろな方を呼んで大きい生誕をやるのが初めてなので、本当に緊張してて、あのまだチケットもあるので、ぜひ私あの今ローソンチケットで、取り扱っておりますので、ね、行くよっていうコメント来たら緊張もほぐれるので、皆さんぜひ行くか迷ってる方とかぜひ来てください。なんかずっと共演したかった方だったり、あの私のありがとうございってます。私がやってる M.T.P. っていう3人組と、あとはバンドをやってるんですけど、ラッパーとのバンド、ゴメスバンドでも、本当に私が今やってることがギュッと詰まった一日になるので、ぜひぜひ遊びにね、今日知ってくださった方とかも知ったら遊びに来てもらえたら嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。いいの、行こっかな私その日。来てほしい。マジで行こっかな。ちょっと聞いとこ。待ってます。すごい、行くよとか仙台行ったよっていう方結構いますね。なんか仙台も昔は本当に仙台の方がお客さんもほぼ10割だったんですけど、今はもう半分以上が遠征の方になって、すごい、まあ、ちょっと寂しい気持ちもあるけど、やっぱり遠方から仙台に来てくれて、仙台好きってこう、ね、言ってくれる人が増えるのはすごい嬉しいことだから、ちょっとまだまだ頑張ろうって思いました。地元パワーっていいですよね。そうなんです、安心感と、ライブハウスの人も仲良しだったり、いいな。てかバンドやってるのすごいですね。そう、バンドではまさかのキーボードっていう。あれ歌わないんですか。歌はなんかコーラスやってて、バンドもなんかヒップホップのバンドで、ちょっと私もヒップホップとか全然詳しくなくて、なんやねんみたいな感じなんですけど。イメージないです。そうなんです。なんか世界の終わりさんが主催のなんか、去年イベントがあって、そこにゴメスってラッパーが出るときにバンドで出たいっていうことで、そのセカオワさんとの共演でライブがデビューして、今もゴメスバンド続けてるんですけど、日々勉強しながら。すごい、へえ、ファミリーの方すごい教えてくれる、すごい。私もバンドをすごいやりたくて今。そうなんです。私もね、なんかバンドとかいろいろいっぱい広がっていったらいいなと思って、キーボードでゴメ版はやってるけど、なんかボーカルとかいろいろ音楽の勉強いっぱいしたいと思って、曲をなんか作詞作曲を普段からしてて、自分のオリジナル曲も全部作詞作曲してて、すげー、だからこう誰かの楽曲提供したりとか、他のバンドで自分の曲やったりとか、なんかいろいろできたらいいなと思ってます。なんか特技が即興で作るやつって聞いて、めっちゃすげーなと思いました。誰もできますよ。なんか私の夢はこの NBC の番組のテーマ曲を作りたいなって思ってて、あ、やりたい。ミキチちゃんに発注しようかな。あ、発注されたい。すごいガチで仕事として作る作る。うわー、やった。どういう感じがいいの。なんかやっぱ野球要素が欲しいのと、なんだろう、なんかなんだろうな、みんなに歌詞とかも考えてほしい。あ、いいですね。じゃあここでこうリアルタイムで作るみたいな感じで。そうそう、あ、もう私結構ライブでお客さんにテーマを出してもらって、その場で即興したりしてるから、ぜひ。すごい、偉い人よろしくお願いします。お願いします。めっちゃ楽しみ。やりたい、やりたい。いいな、うん、そう得意のやつ、いいな。楽器できるのすごい。しかも踊りも、踊りダンスはめっちゃペーペーできるし、踊りはもうほとんど自分で振り付けしてて、すげえ。結構もうずっとニコニコを見てて、踊ってみたとかを見て、こう、あ、この動き可愛いみたいなのをめっちゃ使ってもらって。可愛いもんな。私も難しいしさ、
なんか歌うのに一生懸命だとできなくない。あ、確かに。そう、でもミキチューちゃんは完璧じゃないですか。なんかすごい思いました。電電ハローが見た時に、シリハの時ずっとこう上から見てたんですよ。上の階に席があって、うん、なんか緊張するから見に行こうと思って見に行って、すげえなと思いました。本当にピアノも全部弾き語りもしてたし、みんなをね、騙していきたい。できないけど、なんかあの堂々とやることで、あ、この人うまいなって思わせていきたい。でも分かります。私もギター全然へっぽこなのに、マジで弾き真似だけめっちゃ上手くなって、いや、もうかっこよさで勝負みたいな。もうなんかどんだけ変なコードでみたいな感じでバーンって弾いたら、あ、すごいなってよく勘違いしてもらえる。いや、もう堂々としていったもん勝ち。騙しコンビ、騙し込んで。で今日もなんか、うん、あ、そうだ、今度一緒にまた、うん、一緒にというか別の日だけど同じイベントに出させてもらえるっていう、嬉しい。それがこれだ、また自己理想。私じゃあ3月の3月20日から26日まで開催の、はい、ディアステージウィークっていうやつです。ディアステージウィーク、わーい、わーい。ミキチちゃんが26日の最終日の日曜日、はい、で私は25日の土曜日です。イエーイ、土曜の夜と日曜のお昼かな、何時なんだろう。ディアステージウィーク最初の方は電波組の先輩であるミサチーさんとエイタソさんがソロということで、同じ会場でやるっていうのがもう本当にドキドキ。確かに、結構私はここ史上最強のキャパになるので、ワンマンがここはマックス400入ると聞いて、なので本当にね、勝負というか、いや、緊張、大丈夫かな。しかもこれ電波組さん あの武道館でこれ配られて、うんうん、なんかファンの人のツイッターでなんか発表されたの知りました私。出た。結構この日発表されてたのみたいな感じで。そう、すごい緊張する。なんかあれですね、会場めっちゃ綺麗で、あ、まだ見に行ってないんです。すごい綺麗らしいですよ、いろいろ配置とかも変えられて。ホームページ見たらやばかった、めっちゃ楽しみ、頑張りましょう。頑張りましょう。まだあのチケットとか発売してないんですけど、そうですね、お知らせが後日、はい、なんか20と21日、うん、まだ出演者とかも発表されてなくて、うん、これから発表されることもたくさんあるんで、楽しみにしててください。はい、楽しみ、楽しみ。そうで、今日一緒になんか出て、はい、くれるっていうことでお願いして、うん、一緒に一曲歌わせてもらおうっていう、はい、お願いをしまして、ミキチちゃんに曲を選んでもらったんですよね。そうなんです。なんかアニソンがいいかなって思って、うん、いっぱいこう候補を出した中から、できればあの2人でもともとパートが分かれてるこう曲がいいなと思って、うんうん、それでなんか2人歌ってるって言ったら、なんかクラリスさんかなって思って、クラリスさん、アイロニーを選びました。わーい、はい、お礼物、お礼物オープニング曲ですね。見てた、見てた、見てた、私も見てました、ね、なんかその時あのちょうどモーニングアーチでデビューしたんですけど、うん、デビューした A チャンネルっていうモーニングアーチがオープニングテーマだったアニメの一期前かなんかに、うん、お礼もやってて、うん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 、すごいなぁ、そのつながりがめっちゃ思い出しました。あとなんかアニメの劇中にめっちゃ秋葉出てくるじゃないですか。出てくる。でそれをすごい、まだ地元で関西から、関西っていうか、うん、その時は関西に住んでて、関西から東京に通いながら仕事してたんですけど、うん、関西にいる時にその秋葉の絵とかを見てて、でいざ上京したときに、あ、これ俺妹のとこだ、あ、本物みたいなアニメあるある、めっちゃ思ったの覚えてる、うん、すごい難しい。私その時多分高校生で、うん、毎週の楽しみみたいな、もう、うん、あ、今
今日何曜日だみたいな それで週を知るみたいな曜日をねアニメで数えてた、うん、アニメってそういうとこありますよね、うん、でこれも、うん、ミキチちゃんが耳コピしてきてくれて、はい、そうなんです。私もね耳コピがむしろなんだろう、そっちの方がパッてできて、うんうん、楽譜を読むのがピアノを一通りやってて全部音楽理論やった上で大変って思って、うん、もうすごい楽譜はしんどいと思ってちょっと耳コピでやります。え、難しくないですか耳コピの方が。いやコード覚えるよりなんか幼稚園の頃からピアノやってて絶対音感が身について、うん、ありがたいことにそれでどうにか、逆にコードが読めなくて何度教えられても分かんないんですよ。で絶対音感ってなんかとかも分かるってことですか。あ、でもなんかさすがにここまではなんかこう、あ、それがどう、なんかね音が存在しないから、うん、なんか ドよりのレとか、なんかあ、なるほど、そういうのとかならあるけど、やっぱりチャイムとか学校の、うん、あれはすごいドミソでもないしボワーンってなるからめっちゃ気持ち悪くて、でも誰も理解してくれなくて、すげー、小学校の時は自分がおかしいんだと思って結構悩んでました。すごいなんか能力者ですね。能力アニメでよくいるじゃないですか能力持ってて。そうで、なんかこう私のこう担当は音楽みたいな、そういうなんか一人一人特殊能力持ってるアニメとかに出たい、うん、いいな、すごい分かってる人もいるから絶対音感持ってるんですかね。能力者も来てる。中2じゃないんですよ。いい、私も欲しい能力野球スキルが野球スキル、そうですね野球の能力なのかな私の生まれ持ったやつは、うん、え、ね、そうそう先行ライオンと2011同期エフェイド、へえ、うん、そうなんですね。ドラフトにかかる能力が欲しいそれはそうですね。呼ばれたい呼ばれたい。私は毎年ドラフトの日一応携帯チェックしてるんですけど、あ、もうすぐ分かるいつ来てもいけるようにしてるんですけどそういうこと、そっちかいつお呼びがかかってもってことで呼ばれたよって、それを応援してる、待って LINE で報告してください、なんか言われたらついに来たよついに来た、じゃあどんどんアイロニーから離れていっちゃって、そろそろやりましょうか。よし、ではじゃあ曲振りもミキチちゃんにお願いしたいと思います。なんかねずっと喋ってたらおかしくなっすごいこぼしたからペットボトルがびちゃびちゃ、めっちゃ減ったね治りました。よいしょ、あ、めっちゃストローがね入り込まれた歌うまでめっちゃ時間かかる、あ、もうストロー出てこない、ストロー、あ、ストロー出てこない、とかありますね私たち、なんか全然吸えない、飲んでいい、めっちゃ飲んでたなんか出番前も言ってたんですよね、うん、私すごい喋るの下手なんです、すいませんって言ったら、うん、ミキチちゃんも、うん、ミキチはどんどん会話がね違うところに行っちゃうから迷子になる、うん、よし、じゃあやりましょう。はい、それでは聴いてください、アイロニー。そんな優しくしないで、どんな顔すればいいの、thank you.
い、これめっちゃ楽しい。私は負担が少ないからかもしれない。めっちゃ楽しい。負担が少ないからって言われた。なんか誰かいる安心感すごい、うん、次はハモったりしたいね。したい。でも次やる前提次もあるっていう、もうやりたい、本当やりたい曲いっぱい出てきた、うん、いっぱいやりたい。なんか男性曲とかもやりたい、うん、あいいね。あとなんか私初音ミクのさ、なんかこうマグネットとか2人で歌うやつとかもやりたいって、ね、やりたい、楽しかったわ。ちょっともっともっとやりたいあと4時間くらいやってもいいですか、ね、でも確かに即興でできるから結構何でもできそう、ね、やりたい。なんかやってほしい曲とかいっぱい送ってもらえたら、はい、需要がある分だけ私たちは、ね、そうそうそう羽ばたけるから需要待ってます、はい、なんかね供給しがちなんで結構需要待ってます。供給しがちってやばい供給しがち、うわ、うん、あ、そう、ギターが ね、 ーいいね、ちょっともうちょっと上手くなればね、なんかね、いっぱい練習してもっと曲増やして ね、 そうですね、もうなんかライブやらざるを得ないぐらいの、ね、今度はなんかまいなちゃんのギターで私タンバリンで歌ったりもした。あ、そしたら練習しなきゃ練習しよう練習しよう、ギター難しいけど、なんかそうですね、めっちゃ楽しかったな、需要ありますよかった、いっぱいなんかリプとかでもらえたらすぐ供給しちゃう。あ、マリナーズ、ゲストで歓迎します、ありがとうございます。あ、確かに私も3歳からピアノやってたんですよ。あ、本当、実はでもなんかミキチちゃんみたいに耳コピできないんですけど、うん、あ、なんか私結構ね週2とかで小学校の時とかも友達と遊ばずに習いに行ったりしてて、青春失われたそう鍵盤に持っていかれた、その犠牲ありの今みたいな感じであれやりたい。なんか弾き語り私ずっと練習してて、うん、でもその事務所にあるじゃないですか、あのキーボードというか電子ピアノみたいな、うん、でもそれをこっちのスタジオに持ってこれず、うん、披露できてないから、もう読んでくれたらこれ家から持ってきました、私持参しました、家から持ってきてくれたんですよ、はい、持ってきました。すごい、ツーマンはよだって、やりたい、えらい人すぐ偉い人頼りがち重いだろうに、ほんと折れちゃうよ、すごいな担いできました、よかった、見てくれる人がいたから持ってきがいがありました、うん、いいな、なんかあのやっぱあれですよね、曲作りたい、なんか曲を増やしてミニアルバムとか作りたいなってすごい思ってて、でも作詞作曲能力があまりにないというか、うん、私いつでも呼んでください、なんか夢で楽曲提供したいって、うん、そうなんですよ、マリナちゃんの曲書きたい、野球の歌とか書きたい、やった第2弾の明るめの楽しい曲、めっちゃ楽しみ、書きたいですマリナスがキーボード担いだらどっちが本体かわからんな、ちっちゃいからだね、おいディスられてる、すごい。でも最近思ったんですけど、なんかディスられる方がなんか仲が良い感じしません、うん、なんかすごいディスられたいんですよね、私は人に。え、ド M ド M ってことそれえ、なんかそのミキチちゃんもマネージャーさんと話しててすごいディスられるじゃないですか、え、ディスられる、いじめから、いいね、でもなんか愛あるディスりはたなんか嬉しい、そうですよね、なんかいや仲が良くないと言えないみたいな、うん、確かにですよね、なんか褒められるとすごい嬉しいけど心になんかしこりが残っちゃう、マリナの M はド M の M です、ね、風評被害だよ全国のマリナさん、ミキチもじゃん、本当だ、ミキチもじゃんド M コンビ巻き込んでいこう、うん、あ、S なんだ、かっこ棒ってないやんミキチの M はマジックの M だよ、お、全然コメントで賛成が得られてない、得られてないですねちょっと後で校庭の裏で、あ、やばいやばい、呼び出し、ファミリー全員ね、黒目基地出てる、はい、ちょっと目が悪すぎて、楽器できるディアガかな、いないのかな、確かに、ね、なんか、
やりたいですね、ディアガさんとも。やりたい。やりたいですね。本当この1個前の回に先行プラネタリウスを出てくれて、超大好きなんですよ、プラネタリウス。ね、かっこいい、かっこいいし、超ワクワクするよね、見てて。楽しいし。しかもあの衣装、キラキラ光る衣装、自分でハンダボテで作ってる。なんかかっこいいさ、自分でさ、なんかピーみたいな感じでさ。めっちゃかっこいい、スイッチも押してますもんね。いいな、光る衣装でやりたい。行ってやりましょう、光る衣装で。教えてもらおう、クラゲさんに。めっちゃ楽しみ増えてきた。ね、増えてきた。ちょっと2017年2人にご期待くださいって感じで。なんもなかったら困るんで、まずなんか偉い人お願いします。送りまくれば大丈夫です。今日の動画も撮ってもらって、ね、送りまくればめっちゃ内部事情内部事情ここあのモザイクピーってお願いします。バンドでハモったらハモりいいな、ね、ハモりとかかっこいいね、うん、やりたい、うん、いいな。これ何時までなの？これあと、うん、あそうだあと10分しかないからじゃあ次回のニコ生のお知らせです。次回はもう日付が決まってて、おなんと2月9日木曜日の21時夜9時からです、うん、今回のテーマがあのちょっぴり早いバレンタインだったんですけど、次回はまさかのバレンタイン前ということで、本当だ、どうなるニコ生のタイトル、おすごい、バレンタインデーピースだ、すげえ、BGM 弾いて、やばい、すごい、私沈黙恐怖症だからすごい嬉しい、あ、じゃあ弾いて、嬉しい、みんな聞いて、わーい、すごい、嬉しい、万能ミキチュ、万能ネギみたいな、使えるミキチュ。あのじゃあ来週こそさトリュフ持ってきたらみんなに見せて、そしたら欲しいって言ってくれるか、言ってくれると思う、多分オタク欲しがり屋さんだから結構心の傷が癒えますかね、癒やしてこう、本当に本当あの時マジって家でめっちゃ泣きそうだったから。私もあんまいい思い出ないな。なんかファンの方にプレゼントする企画とかがあって、ガトーショコラって膨らまないお菓子、あの、うんうん、チョコレートで結構ずっしりしたお菓子で、うん、こうこんくらいふわーって膨らんでも最終的にこんくらい縮んじゃうのに、なんかすごく深いカップに入れちゃってなんかこう焼いてる途中は結構もっこって感じになるのに、時間経つとシューってなるから、うん、あのみんなもらった人がえ食べたみたいな、なんかこの空白どうしたみたいな感じで食べてない食べてないみたいな、そうそうそう、しかもなんかこうさあのもわっていってすぐ下がるからやっぱ汚れるのね、入れ物のそのチョコがないと、だから本当に食べたみたいになっちゃってユーズドみたいな、美味しいのにそうユーズド感でしたから、もし今度ね作るのあったらちゃんとかっこいい包装をしたいって思ってる、ちょっと低めのやつにした方がいいです、低めのにする、うん、なんか入れるもの間違っちゃった。でもすごい自作のやつとか、うん、好きなアイドルちゃんがもらえたら嬉しくないですか、うん、嬉しかったか、でもユーズドっぽかったからやっぱり食べたのかなって夢があるかもしれない、次新品っぽいなんかわーって言われる感じのをちょっと作りたい、お菓子作り放送とかどうですか、いいですね、やりたい、やりたい、ここでできるのなんだろう、火を使わずにできる火を使う、火でもなんかこういうなんかあコンロみたいな持ってきたらいけるんじゃない、プリンとかだったらさそこでさ蒸してさ作ったりできそうだけど、うんうん、お腹空いてきた誕生日だしケーキあるし、あーそうだケーキ、ね、じゃあちょっとケーキ食べたいんでちょっと今日はすいません楽しみ、はい、じゃあ改めてあれですね、うん、もう2日後生誕、そうなんです、フレッシーホテル頑張って楽しみだな、いっぱい曲も歌うのでね、楽しみ、楽しみにしててください、マリコちゃん待ってますもう行く気満々だから、うん、あとはそう私のお知らせになっちゃうんですけど、1月31日こちらもモーキャリちゃんのウサちゃんの生誕にお邪魔します。でこれもなんか実は最近練習してきて秘技を発揮するので楽しみに楽しみにというか頑張って爪痕残してこれからまたやれるようにするんで応援しててください。
で、あと2月2日3日台湾に行くので、私の飛行機での無事を一番に祈っててください。いっぱい写真とかも撮ってくるのと、ね、飛行機怖すぎてミキチュちゃんに LINE します。わかった。なんか応援電波を送るしかないけど、めっちゃメンヘラみたいな LINE 送る。わかった。なんかあのスタンプで適当に返しておいて、マリナスのみんな安心しといてください。黒ミキ中出てる。で、あとは2人のお知らせで、3月25日、はい、26日にイヤステージウィーク、これめっちゃ史上最大キャパで、はい、いい結果を出して、ね、かっ飛ばしましょう。かっ飛ばすんで、25はマリナちゃん、26はミキチュ、どっちもね見に来てほしいなって。そう、ね、見てくれてる人は楽しみだな。2人ともソロだけど、なんか絶対違う味の公演になると思うので、2人らしさが出ると思います。うん、楽しみ。ディアステでハーモニー、ディアステで売り出せる、ハーモニー、ハーモニー、ハーモニー売りでいきますか。ハーモニーを練習しとこ、そしたら、うん、練習しとこ。ステージウィークね、まだチケットとかもこれからお知らせなんで、それは銀ちゃん療養中でもツイートしてるんで、偉いね、本当にだ。私のインフォはふんふんっていう赤ちゃんのウサギが、赤ちゃんなんですけど頑張ってつぶやいてるの。あれってミキちゃんが書いたんですか、うん、あれはふんふんが書いてる。あ、ふんふんが、そう、ふんふんという存在が耳でこうやって書いてる。かわいい。ふんふんがもともと存在してるんですもんね。そうそうそう、ふんふんが書いてます。変なこと聞いちゃったわ。そう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 、そう、病床から休みはないから、ふんふんと銀次郎にはそう、うん、偉いよね。キャラクターなのにね、働いてるからね。なんで次のニコ生も2月9日木曜日9時からぜひ楽しみにしてください。はい、そう、中の人なんていないから。そうね、いないよ。ふんふん頑張れ。銀ちゃんを復活してほしいな、うん、でもこのシェイク少佐すごい弾きやすかったから、どうしようかな。どうしようそのままこっそり世代交代してるかもしれない知れない。なんで楽しみにしててください。はい、では今日のニコ生見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。ミキチファミリーの皆さんも大事な日をありがとうございました。ありがとうございます。ではまた遊びに来てください。遊びに来ます。なんで楽しみにしててください、はい、では今日はありがとうございました。改めてミキチ誕生日おめでとう。